肩十字絞りの基本形のイラスト編十字絞りは、柔道の締め技十二本の一つである。行動感や国際柔道連盟での正式名。愛フ略号、KJJ。別名片手十字絞り。十字絞りの一種。順手と逆手で、相手の、両、襟を掴んで腕を十字にして、相手の頸部を締める技。十字絞りの中で最も、技を連絡しやすい。 順手を上にする場合もあれば、下にする場合もある。メディアを再生する、縦四方型からの、肩十字、絞りメディアを再生する、ガードポジションからの、肩十字絞り基本型は縦四方型から行う。柔道の試合では抑え込み一本があるのであまり使われないが、ブラジリアン柔術の試合ではよく使われる。相手の右側からの横四方型の体勢から右手を逆手に、 相手の後ろ襟を掴み、左手で、相手の左横襟を、順手で掴んで締める、肩十字絞り。中井勇気は格闘技、イベント、国宝、助手を多流試合、B1 においての安倍和也とのエキジビジョンマッチで、終盤1分間ほど試合終了まで安倍をこの技で、苦しめた。彼は、実調でこの技を、ペーパーカッターチョークと呼んでいる。右から抑えられた。 今朝肩の下から右手で、相手の後ろ襟をつかみ左手で、相手の左襟をつかんで押して、上になってそのまま締める形もある。別名前腕チョーク、ワンハンドチョーク。柔道かわいしメソッドでは、片手絞りと呼んでいるが、行動感や愛婦の分類の片手絞りとは異なる技である。五十字絞りは、背後から締める、肩十字絞り。急称袖車、袖車絞り。だが、 五十字絞りは、行動感やアイフの分類の袖車絞りとは異なる技である。また、波十字絞りにも五十字絞りがある。バット絞りは、右手で相手の左襟を左手で相手の右襟を持つ形十字絞り。東北大学柔道部に大正十四年生まれの本田国事によって伝えられた締め技。野球のバットのグリップを握るような両手の形で、 相手の頸部を締める技。両手で相手の襟を持つ。左手で相手の襟の右側、右手で相手の襟の左側を両腕を交差させずに持つ。片方は順手、もう一方は逆手で持つ。相手に側面や背を向けたり方上四方型になるなどで両腕を交差させ、肩十字絞りで締める。書籍、寝技の風味るには、ガードポジションからや、 横四方型で抑え込まれそうになった時の下からのバット絞りも掲載されている。映像作品、行動間柔道固め技分類と名称では、立ち姿勢から横分のように身を捨ててのバット絞りが取り上げられている。柔道、ブラジリアン柔術など着衣格闘技で用いられる。別名作品絞り。海外柔道界やブラジリアン柔術界での別名ベースボールバットチョーク。 ベースボールチョーク、野球締め。ブラジリアン柔術では、ベースボールチョークとして、肩十字絞り以外のバリエーションにも発展している。ニーオンザベリーから、バット絞りの一周裏十字絞りに入らんとする、ブラジリアンクロ黒帯裏十字、絞り裏十字絞りは方上四方型で極める、バット絞り。相手の右からのニーオンザベリーや、横四方型など、 バットのグリップを握る形で、相手の頸部付近で右手を逆手で、相手の左前襟を持ち、左手を順手で奥襟を持ち、相手の頭側に回り込んで、両腕をクロスさせ相手の頸部を締める。映画、柔道の神髄三船十段では、ニーオンザベリーから、北上四法肩に移行しての裏十字絞りが、紹介されている。書籍、の風には、横法から、 方丈司方型にこうしての裏十字絞りが掲載されている。書籍、柔道大辞典では方丈司方型から極めるものに限定しているが、裏十字絞りという名称には、そのような意味合いはなく、バット絞りの構成要件である、他の十字絞りと左右逆で右手で、相手の左襟を左手で、相手の右襟を持つ十字絞りの方が適合している。ともえ絞りは、 左手で四本指中で樹の左前襟を取り、右手で親指中で樹の左横襟を取り、右手をスライドさせ樹の頭をくぐらさせ樹の右前襟を持ち、右前腕部を樹の喉などに当て左手で樹の襟を樹の足側に引っ張って締める、肩十字絞り。ガードポジションから相手の左腕を右腕で抱え、右手で相手の右襟を逆手で掴み、左手で相手の右襟を 順手でつかむ方十字絞り。ありがとうございます。